対抗坊さん、不倫問題より他に報じるべきニュースがいっぱいあるんじゃないかって思ってしまいます。僕もそう思います。いや、それこそね、岸田総理がウクライナに行きたがっているけど、なかなか行くタイミングがつかめないとか、子育てに対する予算があんまりこう通りづらいとか、まあ、それこそガーシーのね、まあ、ガーシーについてはあれか、あ、また来たよ。のりーチャンネルさん。迷惑をかけた人がいたら謝ればよいし、他人がとやかく言う問題じゃないと思います。そうなのよ、のりーチャンネルさん。俺もずーっと昔からこの意見よ。だけどこの意見が俺大半だと思うんだけど、その意見じゃない人がこの世にはいて、で、その俺と同じ意見じゃなくてもいいんだけど、不倫したんだ、謝れっていう人が少数なんだけど、いるから謝るっていうのもなんか違うような気がするんだよね。やっぱ、ちょっと一瞬すぎるって来てるけどね もうちょっとなんか、感謝の気持ちがさ、持続する感じの方がいいんじゃわかりました。ちょっと長くしてみまない す。もうちょっと、少数なのかな？あ、じゃあ、アンケート取ってみる？あ、ごめんね、直樹取ってるところ。不倫をして、謝られたいか、謝られても困るか。この二択に、してください。謝ってほしい。応援してる人が不倫したら謝ってほしい。謝ってほしい。俺もマジで本当、俺と関係ない人が不倫して俺に謝ってきてもマジで本当どうでもいいとしか思わない。だって少数意見なのかな、本当にって言うから。あ、だから応援してるっていう人よ。あなたが応援してる人が不倫したら謝ってほしいか。どのぐらいのもんなの？まあ俺少数意見だから切って捨てていいとは思わないんだけど、だってこんなに謝る必要がないって思ってる中で 謝るのって いや、まあだからここのあたりが俺がなんか抜けてるとか欠けてるとこなんだと思うけど だから、渡部君に関しても別に謝られても困ると思ってるからね。ヤフコメで説教垂れてるジジババ、ほんまにきつい。そうね。本当にきついね。びっくりしたよ。ヤフコメの平均年齢とか聞くと、65歳とかなんでしょ？あれ。はい、アンケート結果出ました。77%の人が謝らなくていいっつってんのよ。で、謝ってほしいって人は22%。まあ、ここの今日、アーシーチャンネル雑談を見てる人のアンケート結果ですけども、まあ、549人に答えてもらったら、こうなりました。で、まあ、2000人ぐらいが見てんのに、まあ、4分の1しか答えてないから、まあ、これがデータとしてどうなのだというところもありますけども。不思議だよね。まあまあ、いずれにしてももう、ワイドショーは、
やらないでしょうからね、不倫の問題は。他になんか あるんでしょうね。他にネタを差し替えるというか。だってあの時報じなかったんだから、今回報じちゃうのおかしいだろうって思ってほしいけどね。と思います。20% もいたら謝っといた方が良いと、いいと思いますかね。いやー、20% いたら謝る？もういいんじゃないかな。こんなこと言ったらすごい怒られるかもしれないけど、あ、スパチャありがとう。いやいや、早いのよ。もうちょっと、なんかこう。あ、送ってよかったなーって思う感じの方がいいじゃない。ノリーチャンネル。確かに多目的トイレで売春は別問題やな。まあまあ、確かに衝撃的な内容ではあったけども。課金するほど好きなら謝ってほしいかな。どうだろうね。このノリーチャンネルは俺が不倫したら謝ってほしいと思うのかな。だったら、あの、スパチャいらないってなるんだけどね、俺。謝ってほしいって思うんだったら。で、20% の人が、謝れ、謝れっていう人なんだとしたら、応援はマジでありがたいよ。応援は本当に、感謝しかない。だって、何者でもない、俺を応援してくれて、それで、こういう配信もできるわけだから、応援はマジで感謝。それはもう、揺るぎない感謝です。だけど、仮に俺が不倫して謝れって言うんだったら、もう、応援していただかなくて結構って思う。その、応援をしたとしても、アツシ何やってんだよ。本当に、お前のこと応援してんだよ、俺は。もう、二度とこんなことがないようにさ、頼むよって言うぐらいでよくないかな。謝れ！謝んないと許さないからな。なぜなら今まで応援してきたし、これからも応援したいんだから、一回謝れっていうのは、どうなんだ？俺はもう、残りの 80% の、いや、厳しい言葉はあっていいと思うよ。だけど、でもすまねえって気持ちになるのかな、実際そういう風になると。何でも少数、いや少数の意見は大切だし、ないがしろにする気はないんだけど、でも 80% がいいっつってんだからいいじゃねえかとも思うけどな。山福さん、ありがとう。よく芸能人が週刊誌、報道等された際に、だんまりを決め込むと、お前黙ってないで説明しろよとか言われて、逆に説明になり、謝罪になり、すると、お前言い訳するなよとか言われて、内容にもよるけど、何をしても叩く輩がいる風潮ありますよね。あの外野の人間、なんやねん。ほんとそうなのよ。だから、そんな時こそ、俺のこと応援してくれてるんだったら、そいつらの声よりも、いいじゃねえか。次頑張れ。同じようなミスすんなよ。これからも俺たちを楽しませてくれ。頑張れ。頑張れって言ってほしい、俺は。ごめんね。自分勝手で。あ、サラちゃんありがとう。頑張れ！頑張れ！っていう。515なお、515ありがとう。何やってんだよ、もうとは思うけど、会見開いてまでテレビで謝る意味がわからないです。謝るのは迷惑かけた人とご家族だけで良いと思う。俺もほんとそう思うんだよな。もう何やってんだよ、アツシって思うと思う。そんなことしたらね。あんな偉そうにさ、コメンテーターとかやってんのに何してんだよ
まったく。でもさ、また俺たちのこと楽しませてくれよ。頑張れ、頑張れ、アツシ、頑張れって言ってほしい。